生まれようとして生まれました。はい。え、これはどうだ、外に出てるのか、それともあ、イブの方が可能性高そう。これイブだな多分。ここで今から名付けるというか、自分の私はないないですって。あとはいちかちゃんです。女の子ですね。ママは何ちゃんですか、ゼロカちゃんですか。イブだよ。おー、了解了解。ママイブらしいですね。ママな、名前なんだろう、イブかな、やっぱ名前。私の名前は絶対絶命いちかちゃん絶対絶命族ですね。お母ちゃんの名前なんだろう、絶対絶命まどかちゃん的な感じ。うん、まどかちゃん、そんな絶対絶命なんとかちゃんの元ネタわかんないわ、ごめん。ママごめん、私わかんない。絶対絶命なんとかちゃんっていう感じの感じで、私の子供たちもね、名前をつけていきましょう。絶対絶命ののちゃん。なるほど、わかんねえ。6年経ってるね。ただもうすでに6年経って場所を移動していただけ感じ。他の子はどうなった感じだこれ。あ、でもサボテンめちゃくちゃあるねここね。サボテンだけで生きていける可能性はワンチャンあるかもしんないけども、お母ちゃん手ぶらですな。え、場所探しをとりあえずしてた感じかな。まだ、おー、戸端いっぱいある。ここいいね。うん、ウサギもいるね。え、ここ良くない？結構。右の方、上の方に3つもありそうな感じだったか。多分ここ良さそうだけども、どうだい母ちゃんや。母ちゃんや、ここどうだい。うわ、戸端めちゃくちゃあるじゃん。ほら、ママが動き出した。働き出した。さあ、ママが働いてるんで、ママはこれ初心者ではなさそうですね。移動してた。私が生まれるまでは多分移動してたと思うから、場所探しとかもしてて、で、多分ここ、まだ、もっといろいろ欲しいなっていう状況だったけども、他行こうかっていう状況で上に行ってたと思う、多分。そしたら私何しようかな。まあ、とりあえず3歳、4歳になるまで待つけども、日の準備はこれでできそうだね。遠端たくさんあるのはでかいね。素晴らしいね。え、ホームマーカーは近くに口がない可能性があるね。大丈夫かな。さあ次ママが来た時に2って言いましょう。2。さあこれで、しっかりね、火をつける材料は全て集まりましたね。大丈夫ですね。右の方に遠端があるからね。ただ種を取ってないから、種をいくつか取っておく的な感じのこともしておきたいなっていう感じだけども、一応これ取っておきますか。よいしょ、これ取ってシュパーっとやっといて、一応ね、ママが遠くからロープを持ってくる可能性はあるんでね、一応ここで止めておきます。こうして種をね、まあ、一応5個ぐらい置いときましょう。よし、で、もう一回抱っこしてほしいから、ここにいて、お、ご飯ですね。次、お母さん帰ってきた時に抱っこだね。で、ここに、ローズマダーだ、これ。シチュー、初手シチュームーブ的な感じのこともワンチャンいけそうだね、この感じ。初手シチューやっていこうかな。あ、お母さんやってるわ。ちゃんと種も取ってますね。大丈夫ですね。よし、抱っこ。コラスありがとう。オッケー、そうしたら頑張ろうね。うん、そしたら先に間ね、カゴが欲しいんで、カゴ、おお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 、イノシシがいるね。あ、ちゃんとカゴの準備はできてるけども、よいしょ、こうして、一応これは全部あれで持っていきましょう。炉の材料としてね、持っていきましょう。よいしょ、先にご飯持ってった方がいいかもしれないな、もしかしたら。ご飯が足りない的な感じはあるかもしれない。で、ご飯をちょっと見ていこうかな。あ、左ここにもしっかりとこれがあると。了解了解。ここに玉ねぎがある。すぐりもある。玉ねぎはそれじゃお母ちゃん用に持ってってあげて、ここの、あれ、これ、これもね。これも持ってってあげたいんだけども、ないんだよね。玉ねぎ、じゃあこれも。よいしょ。持ってってあげて、石がないね。石が欲しいけども石がない。ホームマーカーのこれも持ってってあげたいけど石がない。うわ、玉ねぎめちゃくちゃあるね。ただこんだけ玉ねぎあればご飯には全然困らなそうだね。とりあえずこれ持ってって石探そう。石、ホームマーカーつけないと迷子になっちゃう子絶対いるもんで、ホームマーカーは大事。あ、ここちゃんと串作ってある。でも、あ、ホームマーカーつけてあるわ。オッケーオッケー、大丈夫だね。じゃあとりあえずこれで、ほいほいほいとやって、で、ホームマーカー、ホームマーカーを立てて、で、ご飯置いといたから大丈夫。もう一個これ持っていこう、それじゃあね。あ、違う、粘土持ってこよう。イノシシの場所だけ気をつけましょう。気をつけましょうって言いながら、全然木の裏側走ってる私今。怖い、会いたいね今。今イノシシいた、一匹いた。これで3個持ってきつつ、1個は炉の材料にしていく的な感じにします。で、右下にね、たくさんの葉玉ねぎがあったんで、その葉玉ねぎをしっかりと食べていく的なプレイングもやっていきましょう。よいしょ、これを置いてこうして、はい、これで炉の材料は出来上がりました。で、ここの葉玉ねぎは食べちゃいます。よし、これでこうして、どこに炉を作るかだね。あとはね、これ邪魔だね、ここにあんのね。とりあえずママにこの部屋任せましょう。任せるとして、他に今必要なものは何がある？あれだな、
そうだ、こういうのかぼちゃの材料とかそういうシチュー畑のやつを持ってきておく的な感じのこともあるかもしれないね。ここにテオシントがある、まあ、ここにあるものをこれカゴを持ってくの微妙かもしれないけどね、まあ、一応あ、そしてそうだよ、あ、畑ここにあるか、畑ここに作れるもんで、ここにちょっと置いとこっか。じゃあここにかぼちゃとテオシント置いといて、またこれは食べといて、他に何か欲しいもの、ウサギを捕まえておく的な感じのことも大事だよね。イノシシが大量にいる感じもするけど大丈夫かな、この辺怖い。あ、痛いね、やっぱね。上にイノシシ、イノシシが大量にいるからイノシシを倒しておく的な感じで弓矢を先に作っておくっていうのもいいかもしれないね。敵って本当にね大変で、初心者の方がね死ぬ原因が、まあ一番は多分ガチだと思うんだけども、二番目ってね、イノシシとか当たり前だよそんなんね今当たり前のこと言ったよ私今、まあ、とりあえずね、イノシシとかを倒しておく的な感じのことをねしておくと、とてもね良かったりとかするんで、9歳だか10歳ぐらいから確か弓って使えるもんで、ちょっとイノシシやっておきますかね。あとは私が子育てをするべきか、ママンが子育てをするべきか的な、そういった感じのこともあるんだけども、どうしようかね。食料は大量にある、ただね食料大量にあるから、これこっちら辺に引っ越しすんのもありかもしれないけども、あ、イノシシいるわ愛じゃなかったですね。あ、あったあったあった、ここにあって、よいしょ。そしたら弓作るもんで、こうしてこうして、もう2個こうして、よいしょ、こうして、まあウサギは多分ママがやってくれると思うから、私はやっぱイノシシのためにこれをやっていきます。よいしょ、こうして弓矢の矢の方を作る材料を持ってきてと。 OK、 そしたらもう2個あればいいもんで、ここにあるもんで、よいしょ、こうしてこれとこれでこれを重ねて。そういえば皆さんご存知でしたか、これすぐにのね、これ左上にこれ顔マークついてますよね。こうやってね、チェインボーナスが入りますよっていう意味なんですよ。逆に今ね、ハタマネギこう持つと普通のマークなんだよね。これはチェインボーナス入りませんよっていう意味なんだよね。これで簡単にチェインボーナスがね、判断することができるという、そういう話です。そうしたら水場、ここにまた水場がある。たくさん、ここ場所的にめちゃくちゃいい場所じゃないですか、ひょっとしてお母ちゃんや。ものすごくいい場所がこれ取れたんじゃないですか、お母ちゃんや。もしかしてすごそうな場所ですねこれね。こうしてこうして、で最後にこれをパシャコンってやって、パシコンってやって、でこれもゲットして、ひょいっとやって、ファインとやって、シュピーンとやるんだけども、あ、まあでも倒しとくか、さっき。よいしょ、ほいっと倒しちゃって、もう弓矢がありますよ感を出しとくんだけども、これはあれだっけか、固定やればさばけば確か入ったっけ。あ、大丈夫だね。よし、そしたらね、ついでに焚き付けの材料と一緒に持ってってあげましょう。ご飯もついでに持っていきますか、それじゃあね。よいしょ、こうしてご飯も一緒、あ、ごぼうでもこれ間ボーナス入るから、よし、 OK。 これであとはあの弓矢を使ってちょっとね、イノシシを倒しておきましょう、左上のね。そうすればだいぶね死ににくくなると思うからね。よし、じゃあこれを置いといてと。さあ、あとはウサギはまあでもね他の人できると思うから、とりあえず私はね、イノシシ倒しをしましょう。今体力じゃなくて年齢は11歳ね。了解、まあ、11歳ならまだ全然ね戦えると思うから、あと3年は余裕で戦えるからね。まあ、でもイノシシ倒しの前にね、畑作りの準備をしておく的な感じのこともありなんだけどね。どっちが大事かな。もうイノシシ怖いからね、イノシシ倒しの方が大事な気がする。あとはね、問題はね、横画面だから、この縦の動きに私対応できないんだよね。それがちょっと怖いんだけども、イノシシどこにいる、近くにはいない感じか、この感じは。あ、いるぞ、今落とした。よし、いたイノシシがここにいる。おいしょ、危ない。あ、ちょ、あ、当たんなかった危なかった。お撃った瞬間動き出すのほんと怖いんだけど。いや、もう逃げていく、イノシシってそうなんだよ、逃げていくんだよ確か。よいしょ、 OK。 まずは1匹、バイオームのこの区切りのとこだと跳ね返ってくる的な感じのことがあるから、そう、逃げてくんだよ基本的にイノシシって。逃げてくから無理に倒さなくても的な感じはワンチャンあるかもしんないけどね、どうだろうね。よいしょ、今めちゃくちゃ目の前までいたけどね。まあ、いや、これでね倒したんで大丈夫。ついでにどうしようかな、牛、ワンチャン出牛的な感じのことはありか。いや、ないか、さすがにそれは。あれ、弟が死んでる。
大丈夫かな。でも弟が死んだだけだね。まあ多分大丈夫でしょう。火の準備が意外と進んでなかった今の感じ。どうしよう、私火の準備とか先に進めた方がいいのかな。まあ、この辺ちょっと持って帰りますか。これ持って帰って、でもやってるにはやってるか。え、どこに作った？あ、炉をそこに作ったのか。なるほどね。炉をそこに作ったもんで、火の準備やってるもん大丈夫。そしたら、ウサギもここにいるもんな。まあ、ウサギやろっか。じゃあ、ウサギやろいましょう。ウサギの罠をまだ作ってないって話だよ、多分ね。だから、これをこうして、で、まっすぐな棒を持ってこよう。まっすぐな棒を持ってきて、これをカカカカカカカってやるのよ。カカカカカってやって、これで、よいしょ、ウサギを回収して、でどうしようかな。火はつけてやるもんで、やっぱ畑かな。畑の準備を先にしておくか。じゃこの辺先に回収しておきますか。よいしょ、回収しといて、ホイッとやって、畑は何畑にしよう。そうだそうだよ、それでは支柱畑のためにもう一個豆があれば支柱畑が完成するもんで、豆を探しておく的な感じのこともあれだね。よし、まあ、とりあえずこれでウサギが捕まえられたんで、火打ち石はここにあるね。火打ち石あるんで、これ回収してシュピーンとやって、シュパーンとやって、で串がここにあるけども、この串はまだ使ってない串だもんで、使ってる串を使った方がいいと思うから、この串で使ってくださいとやって、そして先にじゃあ糸も用意しときますか。まあでもどっちにしてもね、鉄鉱石がないもんで鉄の準備をするのも微妙な感じするもんで、どうしようかなっていう感じはあるんだけども、まあいいや。フォイフォイフォイ、ショッピン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 、まだ粘土あるよね。まだ粘土あるもんで、よいしょ、これとこれとこれとこれで、で一応火の焚き口、吹き口も作る感じにしましょうか。それじゃあね、吹き口作ってと、でじゃあもう火のやつをやっていきますか。私、ママが結構動き回ってくれるんで、私が火をつけましょう。じゃあこの辺につけましょう。あ、そっか、ママはあれか、まっすぐな棒を探していたのか。了解了解。じゃあママがやるとして私はじゃあ先にこっちの方やるか。カゴある？カゴあれか、息子たちが持ってっちゃった可能性あるかな。あ、てかママ、あるわ2個。まあ、いや、ママやってないから私やろう。シュピーンとやって、パーンとやって、はい、生まれましたね。あ、ママやってくれんのか。これもしかして優しいママだね。まっすぐな棒でトングを使うとかもんでね、トング作りましょう。でしょ、ポポポポポポポってやっていくんだけども、こうしてトング作って、火をこうしてと、でつけてシュプン、はい、食べ物持ってくる。了解。2、3、4、5、6、7、8、もういいや、この辺で。よいしょ、わー、シュピーンとやって、食べ物確かにない。何もないか。何もない。あ、やばい。ちょっと待って、これやばいか。あ、まずい。これまずい、私。待って、ご飯。よいしょ。危ねー。まあ、一応これで、こんな感じで、あ、濡れてる。やらかしちゃったー。そしたら、これやり忘れちゃったか。これ最初にやるべきだったね、それじゃあね。あー、どうしよう。先に、あれだね、あれをやった方がいいわ。やっぱ、最初にご飯やった方がいい、多分。だから、オムレツだよ、オムレツ。先にオムレツやろう。ってことで、卵をたくさん持ってきます。多分、お母さんもね、卵を持ってく的な感じのことをしてると思うから、こっちの、お母さん上の卵を持ってくか、私は下の卵を持ってきます。ここにも卵はたくさんあるもんで、卵、オッケー。で、シチュームーブのために、やっぱ豆を探してく的な感じのことはありかもしれないね。豆を探してシチューを作って的な感じのことをやるのはとてもとてもありな気がする。そして一個壊しちゃったね、そういえば私。あ、どうしよう、間に合うかなこれ。父変えた、マジか。了解了解。よし、ご飯が変えちゃったらしいので、あー、もうダメだ、間に合わなかったこれ。いやー、火が間に合わなかったか。どうしよう、火が間に合わなかったのはちょっとでかいな。これ厳しいな。卵持ってきても火がないもんでオムレツ作れない。どうしよう。まあ、今火つけてるか。とりあえずお皿持ってこい。お皿あるかな、近くに。近くにお皿がない可能性もあるんだよね。あの子まだ多分3歳だったので、もう一回抱っこするんだけども、それまでに帰っていくとして、お皿あるかな。お皿ねえわ。お皿がないのか、そもそも。オムレツ作りたくてもお皿がないのね。いや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 、右下に確か、小屋があったか、右下行くのもいいかな、多分。あ、ご飯。ありがとう、ご飯。で、右下行って、ちょっと、あれを持ってこよう。あ、あるわ、ここに。よかった、平らな絵はここにあるもんで。どうしようかな、今、薬物ある？薬物なければ、一旦これで、やっちゃうのもありかな。薬物ないなら大丈夫かな？ OK だね。多分大丈夫そうだね。よし。
オッケー。とりあえずオッケー。じゃあそうしたら、ホンマか立てておきたい。ホンマか。私、娘産まんとかんだよな。22歳か。大丈夫かな娘産まんとね。これでとりあえずオムレツは大丈夫なったか。大丈夫。で、今私何を取り行く？ご飯を準備していくのが大事だもんで、パイがとりあえずここで作れるね。パイが作れる。ウサギがあんまりいない。やっぱシチューだな。シチュー畑を取ってくるために、うんたらかんたらも愛だね、多分。だから、左下行ってみて、ちょっとシチュー畑あるかどうかやってみよう。豆だね、豆。豆が1個手に入るかどうかをちょっと試してみましょう。左下の方にまだ牧草地がデカめにあったもんで、そのデカめの牧草地に豆がね、あれば、すごく嬉しいかなっていう感じ。ここですね、これ。ここのデカメロンで、豆が、これ豆か。あ、豆だね。よかったよかった。豆がある。よし。これでシチュームーブできますね。大丈夫ですね。だからシチュームーブやろう。今回は。シチューついでに、まあ、人参も持っていきますか。それじゃあね。あ、卵にしよう。卵を持ってって。よし。これでお畑を作って、それでシチューを作って、的な感じにしましょう。シチューはね、序盤で作ってもめちゃくちゃ有効に使えるんでね。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。シチューの材料がこれで揃った。あとは、オムレツ。火が消えちゃわないようにオムレツのね、タイミングもしっかりと読んでいきましょう。あ、鉄やる、オッケーオッケー。鉄やるみたいですね。じゃあ鉄任せて私はここに畑を作りましょう。これでシチュー畑の準備ができてるもんで、どうしようかな、場所。ここと、この下に、こうやって作りたいけども、これ邪魔だね。これちょっと取っていきたいね。早く、次の。よしよしよ。そしたらボール1個回収じゃなくてもらいましょう、ボール。ボールこれ1個もらって、借りて、これで、これと、もう一個上にしても大丈夫かな？じゃあ、もう一個上にしましょう。見た目がちょっと若干あれなんで、ここと、って感じにしましょう。こうして、んで、パン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 、パン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 、パン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 。で、串で、よし、全部一気に耕せますように、3、4、よし、5、よし、6、あー。